初代、團十郎が始めた、玄禄三重初代、市川團十郎玄禄十七年二月十九日は、玄禄歌舞伎を代表する江戸の役者。立ち役を得意とし、荒ごと芸を歌舞伎に導入した。團十郎が考案した三重は、玄の組重と呼ばれる。初代、市川團十郎の父は、甲州出身で、異名を、面傷の十蔵、小物十蔵と呼ばれた強閣だったという。 さらに遡ると武士でご法上氏の家来であったという説もあるが、これは公衆の出ということ以外は疑わしい。小物十蔵というのは十蔵が否認出身なのでを小物の意味でそう呼ばれたものとされる。十蔵は公衆から出てしばらく下佐国に住んだ後、江戸泉町に住み着いたと言われている。昭和初期に、 山梨県笛吹市一宮町の旧家で発見された堀越死刑図によると、園祖は能がかりを務めた武田家臣で、初代團十郎の曽祖,祖父にあたる堀越十郎が、市川三里町の地を領し武田滅亡後に下宇佐国へ落ち延びたという。ただし、市川宗家は、初代團十郎は、 成田山新勝寺にほど近い旗屋の出身で、新勝寺とは少なからず縁があったと公式に表している。これが成田屋という市川宗家の屋号の由来である。近世初期には調理等段座門の支配下にあった。しかし歌舞伎関係者は自分たちの人気を背景に、悪辣な段座門支配からの脱却を目指した。 放映5年に断左衛門との間で争われた訴訟をきっかけに、ついに、独立を果たす。江戸歌舞伎を代表する市川段十郎家は、このことを記念する、価値センスという書物を家宝として伝承していた。またこの訴訟は、歌舞伎18番の一つ、助六ゆえん江戸桜成立の契機となったという、有力な説もある。幼少の頃の辞席はほとんど伝わらない。幼い頃より、 家の近所にあった芝居小屋に潜り込んでいったと言われる。芝居好きが高じて12歳で、芝居の道に入り、遠方元年、14歳で、初舞台を踏む。最初は、市川海老蔵を名乗ったが、遠方3年から市川團十郎を名乗る。同8年に勤めた、遊女論の不和とも左衛門のが当たり役となった。上京2年、江戸志村座において、 金平ら六条通の坂田金平を務め、それまでの初期歌舞伎にあった荒武者寺と金平ジョルリら浄瑠璃の荒ごと,とを加味して、歌舞伎における荒ごと芸を完成させた。これによって、江戸で絶大な人気を得、以後234年にわたって、江戸歌舞伎の頂点に君臨した市川宗家の基礎を築くことになる。元禄六年、上落して、京都の舞台に出演するが評判は悪く、一年、 あまりで、江戸に帰る。ただしこの時、死の元西マロに入門して、西牛の拝命を得た。狂言作者としても山椒や兵庫の名で活躍し、三回名古屋などの作品を残している。初期の荒とが、歌舞伎の中に定着していく過程において、團十郎が役者と作者を兼ねたことは、市川家の荒と芸が、独自の性格を持つことにつながった。 元禄17年2月19日、市村座で、渡橋十二段の佐藤忠信役を演じている、最中に、役者の生島半六に、舞台上で視殺された。去年45、五、半六は逮捕されたが、動機を語らないまま告使した。一説に、半六は、自身の息子が虐待を受けたことで男十郎を、恨んでいたとも言われるが、明確な証拠はなく、この事件の真相は、 現在も不明である。ありがとうございます。